品川港は、武蔵区に江原郡品川の目黒川川口付近にあった港。競技には、中世の港町を指す。名所江戸百景、高輪牛町、名所江戸百景、品川須崎、名所江戸百景、南品川サメズ海岸。品川港は、河口の砂州によって、流れが湾曲し緩やかとなり、砂州を見渡すテラス上の高台があるという。 古来から好まれた形状の港だった。1937年に目黒川の流れが直線化されるまでは、河口は現在より北の品川浦付近にあった。突端は須崎と呼ばれ、離電神社が建っていた。品川港のあった品川湾は遠浅で、品川港の沖合では、東京湾内の小型海線と太平洋航路の大型海線の積み替えが行われた。 現在の東京港品川埠頭から天王洲にかけての一帯がこれにあたる。積み替えが行われた理由は、品川以北には浅瀬が広がっており、北に向かって航行可能なのは二つの細い水路だけだったことや北上するためには川の流れに逆らって進まなければならなかったことが考えられる。小回りの利かない大型海線の貨物は波の穏やかな湾内で、 小型海線に積み替える方が合理的だった。荷物を受け取った小型海線は河川を通じて北、関東や香取リ海にまでいたり、西国との流通路を形成した。品川港は内陸部にあった武蔵国国府の外交だったという説がある。品川と府中は品川道によって結ばれていた。品川にある江原神社は府中の奥に魂神社との関係が深い。 品川海上競馬来式が行われる。鎌倉時代には鎌倉との関係が深くなった。御家人として品川市が置かれた。北条氏徳捜が掌握する武蔵国の国庫の納め物を鎌倉に運ぶ港として使われた可能性も指摘されている。室町時代には六浦に代わり、神奈川港とともに東京湾有数の港へと成長した。浅草や江戸港と並ぶ。 武蔵国の代表的な港であった。品川港は伊勢、熊野と結ぶ太平洋航路で栄えた。中世の太平洋水運を担っていた伊勢神宮や熊野三山とのつながりが強い。金沢文庫の港船長によると南北朝時代末期の明徳3年1月から9月までの間に伊勢神宮廃下の神船が30隻入港したとされる。 これらの物流は、鈴木道種や、江本道林などの熊野出身の商人が担っていた。品川港の問屋は、鎌倉府の財政基盤の一つであった。商明寺や、円学寺の造営料も徴収された。鎌倉府は、直轄地下を進めた。領主であった品川氏は1424年、鎌倉区房、足利持氏に所領を没収された。1450年、 足利重氏は、鈴木道影の暗役を免除し、港や町の運営を行わせた。1455年、京都区の乱が勃発。足利重氏は古川に退去。大田道館は、御殿山の巨漢伝説もあるが、1457年、大喜谷上杉家の拠点として、江戸城を築城。一方、神奈川港は、三内上杉家の長尾忠景の所領となっており、 品川港は両上杉すぎに挟まれる形となった。1470年、鈴木道種は川越城まで出向いて、大田道館の父、大田道真主催のレンガの会、川越戦区を手伝った。また品川港の商人である、宇田川清勝は1466年、京徳の乱の激戦の一つとして知られる、イカゴの戦いで戦死した。戦国時代、 品川港は大規模な米の集積地となっていた。兵糧米を求める大木谷上杉氏や、御北条氏、上佐武田氏、安房里見氏に狙われた。妙国寺などの神社仏閣や、品川港の町人は、核勢力の生殺を購入し、略奪に備えた。1524年、北条氏綱は江戸城を攻略。品川港の支配権も、御北条氏に移った。 1526年、ご北上氏に敵対する、里見義豊の攻撃を受けた。後に、北上氏康から老いに当たる小学坊、足利義氏の御領として献上された。江戸時代、品川浦は、品川沖と呼ばれ、日垣海戦や村海戦などの貨物船で賑わった。一方、旅客の海上輸送は宿場を保護するため、規制されていた。 江戸と日更津や江戸と品川塾など一部の例外のみが認められていた。幕末、品川台場の外側は外国船に公開された。幕府の軍艦も停泊するようになった。1868年、江戸が陥落すると江本武明は旧幕府艦隊を率いて脱出した。明治時代になってからも軍艦の停泊地としても利用された。千葉明剣大演技によると、 鎌倉時代末期の1275年には品川塾が形成されていた。室町時代には宇徳人の寄進などにより、両国寺など多くの寺院が建てられ、都市化が進んだ。高層建築が立ち並び、東国の玄関口としての異様を誇っていた。中世の品川は川を境として南北に分かれて、長場が形成されていた。北品川には清野理事、 南品川には海岸地があった。都市的な場には多くの宗教者やレンガ士が訪れた。日蓮宗が積極的に活動したことが知られている。江戸時代には東海道五十三寺の一つである品川塾が併設された。明治時代に作成された大日本海岸実測図東京海岸第一系による江原群馬の外交という説もある安倍聖弘氏の説。 この他に、宇田川市、鳥海市、ワイダ市などの宇徳人がいた。AB、四死三十六、座談会江戸湾岸の中西市、東海道品川塾のお話、第27回、2008年7月6日閲覧。明治維新後の品川第6回維新後の品川湾、2009年8月5日閲覧。ありがとうございます。